今日の話はですね、大注目の新型105のホイールの入荷情報と、実測重量をアップしていきたいと思います。少し前にですね、こちらのホイール狙い目ですよとお伝えしていましたが、見た目もシンプルでですね、お買い得な価格設定、どんなバイクにもぴったり合うと思います。ディスクロードバイクの軽量化、見た目もかっこよくしたい方はぜひご注目ください。それではスタート。はい、どうもスタッフ健太です。スタッフ健太の自転車塾、今日も一緒に自転車の勉強をしていきましょう。今日の話はですね、大注目の新型の105ホイール入荷情報と実測重量をですね、アップしていきたいと思います。新型105のですね、ご紹介している動画はですね、まあ、今でもかなり多く再生されている動画でもありまして、まあ、人気のですね、コンテンツとなっております。ただですね、私的には新型の105のコンポーネントのセットのご紹介よりも、そのホイールがやばいということで105のホイールをご紹介をさせていただきました。価格をですね、もう一度チェックしていきましょう。こちらになりますね。前後セットで123,970円税込みとなっております。今回ですね、ご紹介しますホイールは、これカーボンホイールですからね、この価格でカーボンホイールは本当すごいと思います。で、ホイールのですね、詳細に入っていきますが、リムハイトに関してはですね、C32C46 ということで、このですね、3246という数字がリムの高さになります。で、内径がですね、21mm で、外径が 28mm というワイドなですね、カーボンリムといったところで、もちろんですね、これチューブレスにも対応しております。で、外がですね、28mm とかなりワイドになっておりますので、タイヤのサイズはですね、 28C がベストかもしれません。一応推奨はですね、 25C からとなっておりますが、まあ、28C もですね、あまり速度が変わらないので、ロングライドであれば 28C の方をお勧めさせていただきます。ハブはですね、11速でも12速でも対応できる、今までのフリーを使用しておりますので、12速でなくても取り付けできちゃいます。11速でも OK ですね。で、軽さをですね、求めるのであれば、リムハイトの低い C32 ですね。で、見た目、平地の走りを楽にということであれば C46 をチョイスしていただければなと思っております。ロングライド派の方でですね、まあそこまでホイールにお金をかけられないけど、見た目はですね、かっこよくしたいという方にはですね、最高のホイールではないでしょうか。このですね、シンプルなちょっとリムのデザインがいいですね。はい、どんなバイクにもバッチリ合いますし、初めてのですね、アップグレードとしては本当最高です。で、初回入荷数がね、かなり少ないということで、これお早めにですね、ご検討をした方がよろしいかなと思います。で、当店には一応ですね、 C32 の方が、残り1セット C46 はですね、残り2セットあります。ではでは、全体の動画をご紹介してから、まあ、ちょっと実測のですね、重量を測定していきたいと思います。まあ、全体の動画からどうぞ。はい、ということで、他のその時速重量ですね、チェックしていきたいと思います。ちなみにですね、一応こちらがメーカーのカタログ数値となりますね。実測重量の方が、
これよりちょっとプラスになってるんですけど、リムテープとちょっとチューブレスバルブ込みの重量ということで、片側ですねおおよそまあ 20g 前後ぐらいはですね、ちょっと増えてるというところであります。一応まあこれがカタログ数値なんですけど、実測重量はですね一応こんな感じになっております。ちょっと画像を出しますね。 C32 の方がこちらです。一応ズレの方も書いておきますね。カタログ数値のズレですね。続いて C46 の方ですね、こんな感じになります。ズレも書いておきますね、はい。まあ、ズレというよりもこれがチューブレスバルブ と、リムテープの重量といったところですかね。まあ、ほとんどですねこれカタログ数値に近いなと思っております。でこの価格でですねすごいホイールを出してきちゃいましたね。初めてのですねホイールのアップグレードには最適なホイールだと思いますし、これですね血栓用のホイールを持っている方はですねトレーニング用としてもおすすめできるかなと思います。ということで今日はですね新型の105グレードのホイール RS710 というホイールをですねチェックしていきました。見た目もよく走りも軽くなりますので、ぜひ初めてのアップグレードとしてご注目ください。ではまたアップします。